チハンズマン女子。このコーナーは DIY ホームセンターハンズマンで可愛い商品や楽しみ方を女子目線で提案していく企画です。舞台となるのは23万点以上の商品が揃うハンズマン大野城店。今回も案内してくれるのはハンズマン公認アドバイザーの由美さんです。さあ今回はどんな商品を紹介していただけるんですか？そうですね、3月になって新生活が始まる季節でもありますよね。確かにそうですね。はい、なので今回は新生活にまつわるグッズをたくさんご用意しております。部屋の模様替えや引っ越しなど何かと忙しくなるこの時期、そこで今回は春の新生活応援アイテムをご紹介します。まずですね、小野さん、はい、新生活一番最初に欲しいもの、明かりじゃないですか？いや間違いないですね。ですよね、はい、ここ明かりもすごいたくさん揃ってるんですね。こんなに種類あるんですね。はい、たくさん揃ってます。その中でも女子におすすめしたいモザイクペンダントグラスですね。とっても可愛くないですか？でさらにブーケみたいな形のライト、可愛い。夜帰って明かりつけたらブーケのようなお花が天井に映し出されるので、はい、すごく癒されると思います。こういうワンポイントお部屋にあると全然ガラッと雰囲気変わりますもんね。そうですよね。続いては片付けに必要な収納棚。今回私が紹介したいのがこちらです。はい、インスタントシェルフっていう収納棚になります。一見普通の収納棚のようなインスタントシェルフ、実はとっても便利な仕組みになっているんです。そうですね、本当に簡単に組み立てと片付けができるっていう棚で、はい、ここをまず開いて、でここにロックがありますから、はい、ロックをかけます、はい、で上に円盤を乗せると棚ができます。組み立ては必要ないんですか？そうなんです。これ便利ですね。便利ですよね。しかもキャスター付きなので移動も楽々、使わないときは折りたたんで収納できます。さあ続いて豊富に取り揃えられたバスサニタリーグッズ。ハンズマンでは女子には嬉しいお風呂アイテムもいろいろ。そこでご紹介したいのがボディーソープやシャンプーを詰め替えるディスペンサー。中でも由美さん一押しが浮かせる収納って今流行ってるんですけど、おじゃじゃん、マグネットついてるんです。マグネットで浮かせるんですか？はいはい、どうぞ。じゃあちょっと、あこれはおしゃれですし、ね、いいですね。あすごい強力、びっくりしました。しっかりつきますよね。最近のユニットバスは壁に磁石がつくことが多いため取り付けるのも楽ちん、ぬめりにくいのも特徴です。片手でプッシュできるので使いやすく、補充口も広いため詰め替えも簡単。中身が見えるので残量も分かりやすくなっています。さあ続いてはキッチン用品。散乱しがちな冷蔵庫の中を用途別に分けて使える収納トレー。種類もサイズも豊富、透明なので中身が一目で分かります。うんうん、例えばこれだったら、はい、棚板にここ分かりますか？あ上から引っ掛けるタイプですか？はい、で下から引き出しを作ろうっていう、冷蔵庫トレーになります。冷蔵庫の棚板に引っ掛けるデッドスペースを有効活用したアイテム。ではこの商品は一体どのように使うのでしょうか？これ350のカンカンがですね、こう並ぶようになってまして、はい、でよくよく見るとこう傾斜がついてるんですね。ほうなので、まあ、冷蔵庫に設置した時に手前のカンカンを取ると奥からコロコロっと手前に来てくれて手前取りができるっていう、これカントレーになります。収納力と取りやすさを兼ね備えたカントレー、5本まで収納でき、上にスタッキングできる優れもの。そしてハンズマンといえば DIY。 最近ではガス管を使って組み立てるインテリアが人気なんだそうです。これねじるだけなんです。ねじってくっつけていくだけで組み上がっていくんですよ。
ぱり女子でも簡単に作れそうじゃないですか。そうですね、はい、ということでこのガス管パーツを使ったハンガーラック作りに挑戦。まず足の部分からくるくるくるっとねじ込むだけなので、ガス管 DIY に工具は不要、素材も軽いので女子でも簡単に組み立てができます。初めて挑戦する小野さんもあっという間に土台とポールの部分まで完成。そしたらちっちゃいパーツをまず小野さんの方に、はい、これ、はい、次はこの長い方のパイプをまたさらに小野さんの方から、はい、これ順番が大事なんですか。そうですね、つける順番を間違えるとこのでっかいパーツをぐるんぐるん回さないといけなくなっちゃうんで、でこれを下ごと回す感じですね。下を回します。最後に下のパイプをバランスよく取り付ければ完成です。簡単でしたね。ですね。今もう10分もかかってないんじゃないですかと思います。うわ、ハンガーラックだけじゃなくてもう本当にいろんなアイテムガス管で作れるので、ぜひいろんな DIY にチャレンジしてみてください。